明智光秀の前半生は謎に満ち溢れている。光秀のルーツは瑞浪市にあります。人一番にある八幡神社、かつて人一番館と呼ばれる美濃源氏時一族の館があったとされています。時一族の始祖で鎌倉幕府の御家人だった時三郎光平、光秀はその子孫にあたります。時は移り戦国時代、時一族が城主であったと伝わる鶴ヶ城は武田軍と対峙する織田軍の最前線となりました。信長が甲斐に攻め込む際にもこの城に宿泊しており、信長に付き従った光秀も宿泊したのではと推測されます。